ペニャと待ってっす。さあ今回なんですけど、いつものあれ行きたいなと思います。イベント直前の短いやつということで、明日からかな、4月16日、明日から新しいイベントが始まるということで、早めに動画上げなきゃいけないんで、編集はいつも通り、この動画は少なめでいきたいと思います。予告は来てたかな、午前中に。はい、妖怪学園 Y とのイベントと、で、学校が Y とかね、あと、クロックレディとか、あと、下に書いてるかな、エイリアンウォッチも登場というふうに書いてるんで、まあまあ、妖怪学園 Y とのイベントといった感じです。早速、詳しく見ていきたいと思います。いきましょう。GO!はい、ってことで、まずはどんなイベントなんっていうところやけど、まあまあもう見てもらったらわかると思うけどね、ちょっとややこしいかな。マッププラスお宝集め、横取りありみたいな感じかな。あの、トーナメントとかはない。トーナメントとかはないけど、お宝集めはあると。で、横取りもある。で、普通のマップイベントといった感じです。で、まあ注目すべきはね、もう出てるけどね、このエイリアンウォッチ、さっき言った、まあ、ウォッチ作りがあるんやけど、これがお宝で作ると。あの、お宝を集めないと、このエイリアンウォッチが作れないみたいな感じやね。あの、これは初めて。で、これよく読むと、お宝を全部集めると、エイリアンカバーなどを入手できるよって書いてて、あのウォッチってさ、いっぱいあるやん、パーツ、ベルトとかさ、そういうのもあるから、あの、おそらくそのベルトとかはいつも通りこう敵からゲットできる、あとミッションクリアしたりとかね、でゲットできて、このエイリアンカバーだけはただこのお宝を集めないとゲットできないから、まあつまりいつもより作るのが大変といった感じかな。はい、まあこれはちょっとええー、っていう人が多いような気はするけど、まあいいでしょう。はい、そんな感じです。 NEXT、 次は出てくる妖怪やね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 体ということで多めやね。でも早速出しとくけど、おそらく、まあ、タイトルとかにも書いてると思うけど、ダブルゼータ、最強ダブルゼータが2体不思議と豪傑にいるということで、ちょっとここだけゆっくりいくけど、まずイベントで出てくるやつが、ダブルゼータがおそらく学校が Y、豪傑の方ね、学校が Y がダブルゼータで、クロックレディが Z ランクかなと思います。まずこの2体ね。で、さっき言ってたもう一個のダブルゼータ、まあ、これはもうね、プに詳しい人は分かると思うけど、このスザクかな、これスザクだよね、あんまいい思い出ないんだよね、スザク、この武将プラススザクみたいなやつ、これが明らかに、Y 学園と関係ないからね、まあこれが、イベントの終わりの方で来るゴールデンニャンボ、これでダブルゼータで登場するといった感じかな。うん、まあ、とりあえずスザクはいいかな、ニャンボだし、スザクはとりあえず置いといて、学校が Y とクロックレディが目玉という感じかな。はい、必殺技もタイムバインドはクロックレディじゃん。で、このなんとかパンチ、なんとかパンチが学校が Y かな。ただこの赤い文字は敵の攻撃なんやけど、これキックも多分学校が Y っぽいから、学校が Y は敵としても出てきそうだけどね。なんか隠しステージっぽくない？で、クロックレディがガチャみたいな。わかんないけどね。そんな感じがするけどね。はい。みたいな感じです。もう今回はね、もうこの2つだけかな。新しいアイテムもなし。最近よくある復刻？復刻も多分ないっぽい。多分ないっぽいんで。まあ追加ガチャとかはあるかもしれないけどね。まあこんな感じかなと思い
います。最後まとめておくと、学校が Y がダブルゼータ、クロックレディが Z ランク、マッププラスエイリアンウォッチがお宝集めで、イベントの終わりにスザクみたいなやつがダブルゼータで登場といった感じです。いつも通り明日ガチャ動画からいきたいと思いますので、チャンネル登録してぜひ待っていてください。また次の動画でお会いしましょう。じゃあ。